祭立は、金の政治家。慶州省領権の人。しかし、彼の経歴は、一切不明である。一説では、関門出身で、ぐらいだったと伝わる。若い頃は寺院に席を置き、金や太鼓を鳴らして、生計を立てていたようである。金氏によると、後に金に仕官し、都党、被災下控え氏を経て、両大元富士を歴任した。1232年に、 すぶた率いるモンゴル軍が、海夫婦に迫ってくると、平安といを兼ねて、その葬式者となった。だが、愛衆が、海夫婦を放棄して、既得府に逃亡した。そのため、金の喪失である産地政治のワンヤンヤツサルと、数密福祉のワンヤンシャネンア、フラが、臨時的に海夫婦の留守となり、彼らは、実力者の再立を、西面元帥に昇格させた。だが、 翌年の正月早々、再立はクーデターを起こし、上司のワンヤンヤツサル、ワンヤンシャネンアフを殺害し、彼は実権を把握した。そこで、彼は20年間も監禁されていた、英商王の皇太子であった、両王子ツトムを選定であった、戦争未亡人の理志を通じて擁立し、ジツトムを再び皇太子、韓国とし、彼自身は、大使、平和と元帥、少書令、 帝王と称した。だが、祭立は、人格的に大欠陥があり、傲慢で人にこびられるのが大好きな低俗者な人物だったようである。そして彼は、金の名士であった、元公文と学者でもあった竜気らを左右インウイロに、認知で、自分の功績を称える、駆逐碑を作成するように命じたという。また彼は、自分の政策をもう反対する大臣を投獄して、 処刑したという。翌年に突然、彼は表変して、モンゴルのすブタイラに降伏をこい、戦争未亡人の李氏、愛衆皇后の途端し、両王子務、慶王バントラを、モンゴルの軍営に護送して引き渡した。1234年夏6月、南宋の名称の猛が開封に攻めてくると、再立は自分に恨みを持っている武将の李白夫チラに、殺害されたのである。直後に、 李白不ちらは、祭律の指揮を持参してそのまま、たけしに降伏した。なお、以前から、祭律に対して、恨みの骨髄を刻んでいた、元拷門は、祭律の残殺の方を聞いて、と珍しく大興奮して、歌い出していたと言われる。ありがとうございます。